午後です。イオンモール鶴見緑地にやってきました。イオン限定のビックリマンの購入とプレゼントキャンペーンのハガキをゲットが目的です。イオンネットスーパーで一箱買ってなかったけ。なぜか届くの来週なんだよ。だからリアル店舗発売も来週と思ってたら10月18日に発売開始してた。なんでや。 I don't know よ。あったらよかった。あれ、ハガキは？そんなわけで買ってきました。11個お買い上げ。そしてラスト1枚だけありました。オリジナルグッズプレゼントキャンペーンのハガキ。ギリギリのギリギリゲット。応募期間は来月の21日まで。 A コースは自分の名前を入れれるオリジナルゼウスパネルコース。例えば僕の場合、午後神ゼウスって入ったパネルができる。チェーンソーでやられてまえ。それは魔界闘士のゲームや。そして B コースはブラックロココ2の色紙がもらえる。今回のシールであったロココやね。やめろ、まだ開封してないんだぞ。午後は出遅れとるけど、みんな知ってるぞ。30名しか当たらないけど、こっちの方が面白そう。そんなに神になりたいのか。そして応募内容とか、ビックリマン商品を含むロッテのお菓子500円以上を含むイオンのレシートが必要らしい。含むが2回でややこしいな。そして宛先とかあって、ここ実店舗が限られすぎ。本州四国の総合スーパーイオン限定。さらにネットスーパーの購入も対象外。ごごかわいちょ。こっちが実際送る方で、自分の情報と購入店舗を記入。そしてコースを選択。この1枚でどちらか選択か。ここに午後って書くんです。で最後にレシートを貼るのだが、今日の日付ね。キャンペーン期間中やね。ビックリマン11個買って500円以上はクリアですが、これどう貼るの。貼り付けスペース狭。日付と象形が入ればいいのか。それではイオンのレシートかわからんだろ。横か。無理があるわ。ペランペランになるのもあかんよね。わからんわからんぞ。コメント欄に情報も止めます。午後の頭じゃ限界だな。今回買ったビックリマン、天使が悪魔になっちゃった。これは来週開封します。ネット購入分と一緒に開封やな。ではでは。